はい、皆さんこんにちは、福岡博多チャンネルです。ナショート。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡博多のさまざまな情報をできるだけ分かりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで本日もグルメネタです。はい、本日はですね、地下鉄七隈線延伸工事完了、開業おめでとうございますということで、地下鉄七隈線沿線のお店をご紹介したいと思います。本日ご紹介するお店はですね、琥珀館さんです。こちらのお店はですね、串田神社前駅のすぐ近くになります。はい、それでは早速行ってらっしゃい。はい、琥珀館さんなんですけども、住所的にはですね、博多区の上川端町になります。で、先日オープンしたばかりの、串田神社前駅から、バリ地下のお店になります。はい、で、こっからだったらですね、歩いて2分です。で、まあ、なんだったらですね、博多駅から歩いていけないこともないんですけども、まあまあ、今回は一応この駅前、地下鉄を利用して行けるお店をご紹介ということで、こちらからご紹介したいと思います。串田神社前駅ですね。はい、こんな感じで駅の入り口あります。で、こっから、反対側ですねの方にも、キャナルのすぐ近くです。なので、分かりやすい言い方で言うとですね、ちょっとこれ語弊があるかもしれないですけど、カロのうろんさんのですね、向かい側になるんですか、こちらですね。こちらカロのうろんさんなんですけども、そこの向かい側になります。以前ご紹介したですね、川原スパイスさんところのすぐ近くになりますね。はい、こちらになります。琥珀館さんです。で、営業時間なんですけども、月曜日から金曜日までは11時から19時、ラストオーダーが18時半ですね。で、土曜日と祝日は、朝の9時から19時。で、ラストオーダーは18時半になってます。で、以前はですね、モーニングがあったらしくて、土曜日と祝日は9時オープンになってるんですけど、ちょっとですね、今モーニングやってないらしいんですよね。なので、もしかしたらちょっとこの時間待ち、違うかもしれないです。で、一応お休みは日曜日になっております。で、店内はこんな感じになっております。創業ですね、40年ぐらい経ってるみたいなんですよ。なので、まあ、本当になんか昭和の純喫茶みたいな感じの作りになってます。で、ただ結構ですね、お店の中は広いんです。奥行きがあるっていうか。なので、何席だっけ、45席あるそうですね。なので、結構入るんですよね。ただ、忙しい時間帯になると、特に食べ物の方とですね、フードの提供時間がちょっとかかるみたいなので、まあ、時間に余裕持って行かれた方がいいと思います。で、めちゃくちゃ漫画の本いっぱいあるんですけども、ランチタイムに行くとですね、人が多いんで、あまり悠長に読めないかもしれないです。で、メニューはこんな感じで、一応喫茶店なので、コーヒーのメニューがいっぱいあるんですけども、結構ね、フードのメニューもいっぱいあります。こんな感じですね。で、11時から15時までは、ランチタイム、になりますので、スープとドリンクがついてきます。これ込みの料金ですね。はい、こんな感じになってます。意外とね、ラインナップが多いというか幅が広いですよね。で、こんな感じでコーヒーのメニューもいっぱいあるんですけども、お酒はね多分ないんじゃないかなと思います。なんだっけ、コーヒーになんかお酒混ぜて飲むやつありますよね。あれは多分なかったような気がします。はい、で、本日私がいただいたのがですね、ライスカレーになります。まあ、一番人気みたいですね、こちらになります。で、こちらに、スープがついてくるんですけども、ラッキーもね、聞かれます。食べれますかっていう感じで、僕はだけ大好きなんで、つけてもらいます。だから、普通のカレーを想像していると全く違うやつが出てくるので、その点だけご注意ください。で、僕もこのタイプのカレーってあんま食べたことなかったんですけども、新鮮でしたね、すごく。これね、結構一番人気らしくて、飲めるカレーって言われてるらしいんですけど、僕なんだっけ、カレーは飲み物ってなんか有名なワードがありますよね。それを、本当に体現したような感じのカレーでしたね。めちゃくちゃ美味しいです、こちらのカレー。で、こちらがですね、今は980円になってますね。で、こちらのお店なんですけども、まあ先ほど言ったんですけども、創業がですね、昭和58年らしいんですよ。なので、今年で何年になるのかな、昭和58年だから、ちょうど40年なのかなぐらいになるみたいです。で、お店で働いてる方たちもです、ちょっとね、妙齢の女性たちなんですけども、その方たちの対応がですね、めちゃくちゃいいんですよ。だから、まあ、変な話、なんか実家にいるような、なんかちょっとほっこりとした気分になります。はい、で、先ほども言ったように、
応喫茶店なんですけど、割とですねフードの方が、まあ、メインというか多いみたいで、やっぱおそらくなんですけどキッチンが一人で回されてるっぽいんですよね。ドリンクの方は別の方たちが作ってるみたいなんですけども、なのでピークタイムになるとですねちょっと提供時間に時間がかかるかもしれません。はい、ごちそうさまでした。はい、で通常ですね、ランチタイムのメニューには、スープとドリンクがついてくるんですけども、私ちょっとドリンクの方をキャンセルさせてもらって、このあんこコーヒーをいただきました。これがねいくらだっけ、750円ですね。もともとこの店は知ってたんですよ。で、ライスカレーのことは知らなかったんですけども、このあんこコーヒーっていうのがすっごい気になってていつか飲んだろうと思って、ちょうど七隈線の延伸工事が終わった時にやろうと、七隈線沿線の特集をやろうと思ってたんで今回行ってきたんですけど、感覚的にはですね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、タピオカドリンクにちょっと近いかもしれないです。太めのストローで吸うような感じですね。なのでこのね、あんこがまだちょっと甘すぎないからですね、非常に美味しかったです。ちょっとあんこだけすくって食べようと思ったんですけど、氷が邪魔でちょっと難しかったですね。はい、ごちそうさまでした。はい、ということで、こちらのお店のコアカンさんなんですけども、一個だけですね、ちょっと注意していただきたいことがあって、こちら、喫煙可能店なんですよ。なので、18歳未満かな、未成年の方はちょっと入れないんですよね。なのでその点だけご注意ください。お子さん連れて行こうと思ったら入れませんっていう風になる可能性があるので、その点だけご注意ください。で、あともう一個特徴があって、多分週末だけだと思うんですけども、占いをやってくれてるんですよ。で、占いとコーヒーのセット料金みたいなのはあるので、占いの方にもね興味があるという方はですね、占ってもらうのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回はですね、地下鉄七隈線、延伸工事完了記念の第1弾としてですね、串田神社前駅にある、老舗、喫茶店コハッカンさんのご紹介でした。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。